お姉ちゃんの旦那さんってお金持ちで素敵だよね。ありがとう。でもお金だけじゃないよ。知ってる。細身なのに筋肉あるし、少し甘えん坊なとこもいいよね。なんで知ってるの？私そんな話したっけ？ああ、うん、全部自分の目で確かめたから。ごめん、どういうことかな。鈍すぎない？ほんと昔からどんくさいよね。二人でご飯でも行ったの？誘ってくれたらよかったのに。信じてるんだね、聖夜のこと。どうしてあなたが夫を呼び捨てにするのよ。だって私の彼だから。え？今付き合ってるの、私たち。私の夫だよ。結婚式もしたからわかるよね。あんなのただのパーティーでしょ。違う、永遠の愛を誓ったの。コーヒー吹き出したわ。何がおかしいのよ。愛を誓った半年後に妹に奪われちゃってかわいそうだなーって。冗談でしょ。またお姉ちゃんをからかおうといたずらしてるんだよね。大真面目なんだけど。聖夜が浮気してる様子なんてない。毎日ちゃんと帰ってきてるよ。そりゃそうでしょう。社長だから昼間は自由だし、出張といえばお姉ちゃんは怪しまない。本当に浮気してるの？先週東北に3日間くらい出張してなかった？してた。あれ嘘、二人で沖縄行ってたの。嘘よ。だってずんだ餅と笹かま買ってきてくれたもん。どこまでピュアなのよ。あれは池袋にあるアンテナショップで買ったの。そんな。よく言えば純粋、悪く言えばどんくさい。せいやはお姉ちゃんのそういうところが嫌みたいだよ。あの人がそう言ったの？もちろん。直接話す？だからそういうところだって。なんで私がわざわざ LINE してるか察したら。私とは話したくないってこと？泣くでしょどうせ。それはわからないけど。せいや、私みたいなサバサバ系女子が本当は好きなんだって。お酒飲めないお姉ちゃんより居酒屋でハイボールをおかわりしまくる私の方が可愛いんだってさ。なんなのその理由。そんなの結婚前から分かりきってたことじゃない。半年で飽きられるとかマジでご愁傷様なんだけど。夏菜が手を出さなければせいやの心が動くこともなかったんじゃないの？自分がせいやの気持ちをつなぎ止められなかっただけでしょ。私じゃなくてもいずれ誰かに取られてたと思うけどね。なんて子なの。そういうわけだから私たち結婚するんで、さっさと離婚に応じてね。お父さんとお母さんが許すはずがない。私もう28歳よ。親の同意なんていらないの。聖夜のご両親だってきっと怒ると思う。何、自分が気に入られてるとでも思ってた？悪いけど義両親はすでに手なずけてあるからご心配なく。本当に？お母様なんてあなたの方が明るくて一緒にいて楽しいわなんて言ってくれたし。周りから固めるなんて卑怯よ。怒っても無駄。もう引き返せないところまで来てるの。聖夜の声で直接言ってもらわないと離婚には応じられない。ああ分かったよ、ちょっと待ってて。ユキノ、ごめん、俺は夏菜と結婚するよ。だから離婚届にサインしてほしい。俺のことは忘れて幸せになってくれ。後のやりとりは夏菜に任せたから。もう連絡してこないで。さよなら。聞いた？これが聖夜の本音。たった数秒の音声メモで納得すると思う？会うのも電話も嫌だって言うんだから仕方ないじゃん。もういい。財産分与なんだけど、結婚生活もたったの半年だし、要求しないでね。構わない。あと慰謝料だけど、お互い様ってことでなしね。何がどうお互い様なのよ。裏切ったのはそっちでしょ？子供の頃から姉として妹にストレスを与え続けたでしょ？意味がわからない。まあ、勝手に請求すればいいけど、証拠が必要だから、きっと訴えるだけ無駄よ。え？漫画とか動画だと浮気したら慰謝料よって騒ぐアホがいるけど、実際は継続的に関係があったことを訴える側が証明しないといけないんだって。そうなんだ。今日知ったお姉ちゃんには無理だよね。もういいよ、何もいらない。私の前から消えてくれたらそれでいい。超ラッキー。最高の条件で離婚が成立して聖夜も喜ぶわ。半年間ありがとう。
嘘だったとしても私は幸せだった。せいやにそう伝えて。はいはい、じゃあね。5年後。おひさー、今さら何のよう。ちょっと報告とお願いがあってさ。興味ない。まあまあそう言わず、久しぶりなんだから話そうよ。私忙しいの。子育てが大変なんでしょ。なぜ知ってるの。まあそれも後で話すからさ。まず言いたいことは、姉ちゃんから奪った旦那からタワマン買ってもらった。へえ。私は普通のマンションだったのに、どうして妹だけタワマンなの。ああ悔しいって感じでしょ。全然。シングルマザーで貧乏な姉ちゃんじゃ一生買えないよね。そうかもね。最高の景色よ。28階なの。夜景とか眩しいくらいなんだから。話はそれだけ。本題はここから。偶然見かけて驚いたんだけど、お姉ちゃん男の子産んだでしょう。あなたには関係ない。私も子供2人産んだんだけど、どっちも女の子なのよね。それが何。姑が最近跡取りはまだかとかチクチク言い始めて、すっごく感じ悪いので、その子返してもらうから、うちの立派な長男として私が育てる。は？返すって何を。だって聖夜の子でしょ。こっそり産むなんてルール違反だよ。聖夜にだって育てる権利はあるんだから。違う、この子は聖夜の子じゃない。またまた、どっからどう見ても4歳か5歳くらいだったもん。離婚してすぐに他の男の子なんて産めるわけないから、確実に聖夜の子ね。詳細を話す気はない。黙って産むなんて卑怯よ。すぐに返しなさい。絶対に嫌。あの時妊娠してたのにわざと言わなかったのね。おとなしい顔してしたたかな女。違うって言ってるでしょ。もう私子供を産む気ないの。でも跡取りさえいれば、姑に文句言われずに済む。何が何でも引き取るから。渡すわけがない。あっそ、じゃあこっちは金の力でどうにかするしかないね。裁判でもする気？受けて立つけど。そんな時間だけかかって生ぬるいことするわけないでしょ。じゃあ何を。年間何人の子が行方不明になってるか知ってる？100名超えてるのよ。何考えてるの。100分の1ならそんな騒ぎにはならないよね。大丈夫なの？ LINE で犯行予告しちゃってるけど。履歴は消すし、言ったことをやるとは限らない。私にたどり着かなければ問題ないの。変わったね。5年前はただのアホな略奪女だったのに、さらにおかしくなってる。お姉ちゃんも変わったね。弱々しさがなくなった。やっぱ子供産むと女は強くなるのかな。何があっても息子を守る手出しはさせない。貧乏母子家庭に何ができるのよ。勝手に言ってなさい。あ、わかった。子供には相続権があるから、聖夜の遺産を狙ってるんだ。そんなものいらない。だから手放さないのね、汚い女。一つだけ警告しておく。私や息子に手を出せば、一族もろとも後悔することになる。何？魔法でも使って滅ぼす気かよ。言ってからね。忘れないで。何の抑止力にもならないわ。2週間後。タワマンを追い出された。あんたが何かしたんでしょう。不思議ね。通常マンションなどの退去については6ヶ月以上前に言わないといけないのに。それは賃貸の話。うちは購入したんだから追い出されるはずがないのに。いいえ、そこは賃貸だったのよ。何も知らないくせに適当なこと言うな。何も知らないのはあなたじゃない。そのフロア丸ごと私の今の夫のものなんだけど。え、もっとわかりやすく言うと、そのタワマンが丸ごとうちの夫のものなの。何言ってんの。夫とかタワマンとか、ついに妄想ブレーキ壊れた。事実しか言ってない。あんたは哀れな新ママで聖夜の子を育ててるんでしょ。何度も言ったけど、あれは聖夜の子じゃない。今の夫との子よ。じゃあ聖夜と結婚してる時に浮気してたってことね。じゃないと5歳の子なんて産めるはずがないもん。うちの息子平均よりもかなり大きいから、よく年中さんに間違われるんだけど、まだ3歳なのよ。
離婚して1年少しで運命の出会いがあったの。タワマン所有とかどうせどっかの資産家のお坊ちゃんでしょ。うちの聖夜は一代で成り上がった実力者なのよ。その聖夜が成功した陰にうちの夫がいることは聞かされてないのね。は？タワマンも夫の行為で格安の家賃で聖夜に貸してたの。その男大丈夫？自分の妻を捨てた男にマンション貸すなんておかしくない？私がそうしてって頼んだのよ。妹はアホだから、高いところでご機嫌に暮らしてれば私たちにちょっかいを出さないと思うって言ったの。何よその言い方。でもあなたは私たちの息子に手を出した。何もしてないでしょ。何もしてないんじゃない、失敗したのよね。何のことかな。あなたが依頼した薄汚いチンピラだけど全員逮捕されて今頃拘置所にいるはずよ。嘘。夫が警戒して最高の警備を息子につけたおかげでさらわれずに済んだの。あんたの旦那何者なのよ。それが言えないのよ。もしかしてヤクザとか。ダッサ。そんなのと結婚してバカでかいガキ産んでマウント取られても困るし。違うとだけ言っておくわ。ただ言えない理由は会社や組織が大きすぎるからよ。どういうこと？東証一部上場企業の社長とかいうレベル感ですらないってこと。え意味がわかんない。想像がつかなすぎて怖い。夫は聖夜への融資を打ち切った。経営状態が悪いから銀行はもう貸してくれないそうね。贅沢なタワマン暮らしのせいで資金はもう底をつく頃よ。そんなの聞いてない。聖夜昔から大事なことは最後まで言わない人だったから、いつも終わってから報告するの。これは事後報告じゃまずいでしょ。お子さん2人だっけ。パートしながらの子育ては大変だと思うけど頑張るのよ。お姉ちゃんどこに住んでるの。私今までのこと謝るから全部水に流して姉妹仲良く暮らそうよ。昔の思い出話したりさ、子供同士遊ばせるのも楽しそう。血がつながってるんだもん。喧嘩したって仲直りできるよね。お姉ちゃんもそう思うでしょ。いや、あまりにも言ってることがおかしくて頭に虫湧いてんのかなって思っちゃった。え、5年前あなたが家に来て荷物を全部玄関に出された。靴も履かせてもらえず裸足でホテルにチェックインして怪げんそうな目で見られたな。途中で何か踏んだみたいでバイ菌が入ったのか高熱が出てしまって数日入院する羽目になった。あ、ごめんね。大変だったよね。あの頃はどうかしてたの。もういいの。全部打ち消すくらいの幸せを手に入れたから。だったら過去のことは忘れてさ。あなたは懲りずにまた私の大事なものを奪いに来た。それが心の底から許せなくて、この怒りがどうしたら収まるかずっと考えてたの。タワマン取り上げて会社潰すんだからそれで満足でしょ。足りないわね。嘘でしょ。これ以上何する気なのよ。さあね、地獄のルーレットはまだ回ってもないよ。一生かけて楽しみにしててね。後日談。聖夜の会社は倒産。運よく成功しただけの成金でノウハウも特になかったので就職は困難を極め、今はゴミ処理場で仕事をしているそうです。息子に帰省して贅沢三昧だった義両親も月に十数万の年金じゃ足りず働きに出ているとか。肝心の夏菜ですが子育てをしながらパートを3つ掛け持ちして家事と育児をこなしています。いつ回るかわからない地獄のルーレットに怯え心が休まることがないようです。人を地獄に落とした人間が幸せになっていいはずがない。妹よ、一生怯えて暮らしなさい。